浜名小花墓2024に登場した鈴木の超コンパクトキャリーの全貌。2024年3月23日から6月16日までの間、静岡県浜松市の浜松フラワーパークと、浜名湖ガーデンパークで開催される浜名小花広市2024において、鈴木が独自のブースを設け、 その場で最新のモビリティ技術を展示しています。今回の花博のテーマは、人自然テクノロジーの架け橋、レイク浜名デジタル田園都市であり、鈴木は自動運転者の体験や園内散策用アプリの提供を通じて、先進技術を用いた新しい生活スタイルを提案しています。特に注目されたのは、 従来の軽トラック、キャリーに比べて、格段に小さいミニミニキャリーです。この超コンパクトなキャリーは、電動モビリティベースユニットとして、開発されており、スズキはこれを将来の足と位置づけています。基礎技術は電動車椅子、セニアカーに由来しており、 これによって歩く速度程度で快適に外出できる機能が備わっています。セニアカーはその操作性と走破性で評価されており、特に免許返納者には必需品とされています。このベースユニットは小型ながらにして高い走破性を持ち、100キロ程度の荷物を運ぶ能力を有しているため、 農業での収穫物運搬や農薬散布、さらには荷物の配送といった用途にも適しています。今回の展示では、キャリーの外装をまとった電動、モビリティベースユニットと、同様に鈴木、ジムニーのベースユニットも展示されており、それぞれがデモカーとして披露されました。鈴木によると、この2つのデモカーは、 それぞれジムニーは走破性のある車というイメージと、キャリーは農業分野での活躍という実績に基づいて選ばれたとのことです。これにより、テクノロジーを活用した持続可能な社会の構築への貢献が期待されています。